チャオー、クリマニトスカーナで料理長をしております佐藤真一です。今日はトスカーナで子供から大人までみんなが大好きなトマトのパンがゆパッパルポモドーロを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。さて、今日使 う食材ですね、バジリコ。トスカーナではセージを使ったりとかもします。バジリコでいいですね。あとはニンニク一かけら、乾燥したパンですね、100g ぐらい。今日はうち、で作ってますトスカーナのスキアッチャータの切れ端ですが、お家で作るときはバゲットとか食パンを乾燥させたものでも大丈夫です。あとはホールトマト 250g、 あとは野菜のお出汁ですね、家で作るとき野菜のお出汁がなければ、固形 そのコンソメスープの素ですとか、カツオ出汁とかそういったお出汁、何かを作ってくれればいいと思います。それを 500cc ほど、あとはエキストラバージンオイルとお塩で作っていきます。まずですね、お鍋に、オリーブオイルをたっぷり、大さじ3つぐらいですかね、それを火にかけていきます。冷たい鍋の中に、ニンニク芽を取ったものですね入れていきます。こんがり茶色くなる直前まで、火を入れていきましょう。だんだんと綺麗な色になってきましたね。そうしましたら今度はホールトマトを入れていきます。はい、ホールトマトを入れたら軽く潰してあげてくださいね。こんな感じで、そしたら先ほどのバジルを入れてあげましょう。と少しお塩ですね、ぐぐっと。はい、このままたまにねかき混ぜてあげながら潰しながら、15分ほど煮込んでいきます。15分ぐらいね煮込んであげました。こうとろりとしてきますね。そうしましたら温かく温めた、先ほど野菜のブロードを 500cc ぐらいですね、たっぷりトマトのスープを作るイメージですね、入れてあげます。さらにここでトマトと一緒になじませてあげるのに5分ぐらい煮てあげましょう。5分ぐらい煮込みました。だいぶね、とろりとしてきまして、アクが浮いてきたらアクは取ってあげてくださいね。さてこの中に先ほどの乾燥したパンを入れていきます。ここで大事なのは潰さないことですね。無理に溶かそうとして細かくしようとしてギュッギュッギュッってやらないでください。優しく押してあげて、ここで、大体3分ぐらいもう少しだけ煮てあげましょう。でも絶対押さないでくださいね。3分ぐらい経ちました。パンがね一個一個だいぶ大きくなってますね。このようになったら今度は火を止めて、蓋をして、20分ぐらい置いておきましょう。このまま何もしないで20分ですね。はい、次はねちょっと5分ぐらい経ちましたけれども、たまにねこうやって優しくする一生懸命細かくしようとしないで優しく煮込まれて今ね休ませてください。全部で20分ぐらい引き続き休ませます。はい、20分経ちました。ででーん、ふんわりふわふわですね。こっからホイッパーでかき混ぜていきます。はい、ホイッパーで崩しながらこう優しく混ぜてください。こんな感じで、はい、とろりとしてきましたね。ね、全体がとろりとしました。あとはね優しくゴムベラで混ぜてあげましょう。はい、こんな感じで、トマトとおパンマヨが出来上がりというところですね。でここで味見をして少し塩気が足りなかったら塩と入れてあげてください。はい、さて盛り付けます。はい、出来上がりましたので、盛り付けしていきますね。はい、お皿に
ね、バジルなんかをね、ポヨンとかけてあげてもいいと思います。お好みでパルミジャーノとかグラナパダーノをかけてあげてもいいと思います。と、第1弾のたっぷりのエキストラバージンオリーブオイルですね。お好みでね、大人の方は塩コショウでもかけてはい、さて出来上がりました。美味しいパッパールポモドーロ、トマトのトスカーナ風のパンがゆですね、出来上がりました。ぜひ皆さんもね、試してください。トマトはもう抗酸化、体がこう元気になる作用を持ってます。このね、時にいっぱい作って食べてみてください。次は京都のリストランテ中本の中本シェフです。よろしくお願いします。じゃあみんな、チャオチャオチャオ。